皆さんこんにちは、おさきです。今日はサムネを見たら分かる通り弟の紹介をしていきたいと思います。弟、はーい、はい、イエーイ、弟が来ました。はい、 TikTok でも何回か出演させてもらっていて、その中でコメントとかに弟と YouTube 撮ってみたいなリクエストが多かったので、今日は弟の紹介をしていきたいと思います。イエーイ。で、私が何個か弟に質問をしていきたいと思うので、それに答えていってもらいます。じゃあまず年齢は、年齢は10歳です。はい。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物はお寿司です。めっちゃ緊張してる。すごい顔がこわばってるんですけど、初めてなので許してあげてください。はい、次、好きな教科。好きな教科は体育です。なんでそんな緊張してるの？いつもこんな感じじゃないんですよ、本当に。はい、じゃあ次は好きな芸能人。好きな芸能人は広瀬すずです。はい、すずさんです。はい、次、今ハマっていること。今ハマっていることはスマホのプニプニっていうアプリです。好きな YouTuber は。好きな YouTuber はボクシング CH というフォートナイト実況者です。はい、なんかよく見てるみたいです。はい、私の好きなところを5つ。ないかな。はい、ないみたいです。私質問コーナーとかで言ってあげてるんですけどね、私の TikTok とか出演してもらってますが、 TikTok はどうですか？ちょっとめんどくさいだけがあります。めんどくさいけど楽しいです。はい、楽しいです。ファンの方に一言。ファンなんかいないでしょ。じゃあカメラに向かってどうぞ。ファンの皆さん、いつも TikTok 見てくれてありがとうございます。大好きです。ちょっとめっちゃ緊張してて噛んでるんですけど。許してあげてください。カメラに向かって決め顔。3、2、1。はい。はい、じゃあ次は弟に唐突なのですが、TikTok を撮ってもらいたいと思います。まあ、自撮りとか全然したことなくて、全然初心者なので無茶ぶりなんですが、撮ってもらいたいと思います。何をしようかな。TikTok でおなじみの曲を持ち方どうなの？え、そんな下か。よし、はい。行こうじゃないの。はい、完成した動画がこちらです。はい、で撮ってもらったんですけど、本当に初心者で本当に撮ったことなくて、すごいめっちゃアップだったんですけど、弟なりに頑張ったと思います。はい、じゃあこんな感じで弟紹介を終わりたいと思います。コメント欄とかに弟とやってほしい企画など書いてもらったら参考にするので書いてください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバイ。